あらすじは昨日言いましたからね、はい、はい、大体分かってくれると思うんですけど、見どころとかありますか？見どころ、あなたの見どころ。僕の、うん、ここ見てほしいみたいな。エクスタシー顔やめろあ、見どころ、ですね、あ、まあ、初めて神保町花月というこのお芝居の場所ね、うん、デビューして僕3年目なんですけど、うん、全部で何回だろう、12、3回は出させてもらってるんですよ、うん、この舞台に、うん、だから12、3役もらってるんですけど、うん、初めてな役ですね今回が、うん、今までやってきたのもだいちょっと偏ってたんですよ、うん、あなたが前見に来てくれたやつとかもちょっとなんか性格の悪い政治家みたいな、うんうんうん、なんか50歳ぐらいの役とか、今回はもう27歳青年です。あ、じゃあもうほぼ自分、ほぼ自分の年ですね。で、今までなんか官能小説家とか、そば、僕ロシア兵一回やってましたから今回は自分と同い年の日本人っていうのは初めてです。じゃあやりやすいっちゃやりやすいね。別に役作りとかもそんないらない感じですか？でもなんかそっちばっかやってたんで、うん、すごい変な感じしますよ。今回ロシア兵じゃないんだ、ロシア兵じゃない、あ、今回ロシア兵じゃない、どうしよう、銃持ってなかったら手持ち無沙汰だなみたいな演出家さんが、うん、今までその僕とも8階級からやってくれてる人で、うんうん、その人は大体なんかそういう役やってたの知ってくれてるんで、うんうん、まあ、今回のこの舞台ではもうどうしても一個大きな課題がありますよって最初に今日、うん、結構始まる前に、うんうん、今回鳥山さんがなんと、うん、若い青年役で、うん、しかもちょっとイケメン役なんですと。え、これは鳥山さん課題ですよって言われて。イケメン役なの？そうそうそう。大丈夫？イケメンの演技できんって言われて、うん、でイケメンですかみたいな感じで言われて、あ、うん、そうですよね、頑張りします、頑張りますみたいな。撫でるな俺を噛んで俺を撫でるの。落ち着け落ち着け、頑張りしま落ち着け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 、俺が噛んだな。みんながもう勤勉な島ね、うん、落ち着け島頑張り島ね、落ち着け島はお前が落ち着けって俺をなだめた時のやつだから。いや、頑張り島の話しようと思ったらお前が落ち着け島いや、そのついとなる島を作んな。対岸にある、対岸にある、対岸にある、対岸ってあるっていうか、いや、頑張り島の話したかったのさ。頑張り島でちょっと出来の悪い子とか、うん、落ち着け島送りようみたいな。なでるな。僕は落ち着け島出身ですね。これはもう、これはダメだな、うん、今回やばいな。イケメンの演技できるの大丈夫？頑張り島。ふざけすぎだろ、そいつ。演出さんがさ、今回ごめんなさい。今回いっぱいね、キャラなくて、青年の役で、イケメンの役、できんの、はいはい、頑張り島。落ち着け島。落ち着け島、その時B 面みたいな感じで言うなよ。その時にぶん殴ってるぞ俺が演出家だったら。起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。